ロベール家は、西フランク王国のカロリング上皇期の旧世紀末から三度大いに、月、987年フランスのカペー朝を開いた、家系。以後のバロワ朝、ブルボン朝にも、月脈を繋いでいるので、フランス革命期とナポレオン時代等を除いた、ルイ・フィリップまで、千年近くフランスの王権を握った。現在のベルギー中東部のハスペン号に発する皇族で、領主や、 聖職者を務めた記録が7世紀から残る。8世紀後半にはドイツのボルムスに拠点を構えたという。歴史の表舞台に顔を出すのはロベールモー鉱ン公である。使えるフランク王国がベルダン条約で3つに割れ、彼は西フランク王国へ移って、シャルル2世から852年にトゥールのマルムーティエ修道院長を853年にロワール側、 川口域の巡殺士を命じられた。セーヌ川やロワール川の川口から繰り返し侵入するノルマン人に悩んでいた時期で、高単校は奮闘を続けた後、866年に戦死した。長男のウードは、885年から886年にパリを包囲したノルマン人を撃退して888年にし、フランクの王に押され、898年に没死した。 この頃から、王位は、カロリング家の世襲でなく、有力諸行や、聖職者の選挙で決めるようになっていた。ウードの死後、王位は、カロリング家のシャルル三世に戻ったが、ウードの弟のロベール一世は、反乱を主導して、シャルルを追い、922年王位に押された。ロベール一世が、翌二十三年、敗位に王子ネシャルルとの戦いに死ぬと、娘、エマの夫ラウールが、 王になり、936年に没した。エマの弟の遊具大公は、ロワール川とセーヌ川に挟まれる地域のほとんどを持つ大領主となり、943年フランス公の位を得た。936年、カロリング家のルイ4世のイングランドからの帰国は歓迎したが、帰国後のルイ4世とは、954年のルイの没まで争い続けた。 ルイ4世の後を彼のこのロテールが継ぐのには賛成し、若い王を棚にあげて、西フランク王国の実権を握り、自分の息子、ユーグカペーがカペー長を開く道を開いた。また、前述のボルムスに拠点を構えたことで、ドイツ貴族のバーベンベルク家もロベール家の主流である。右に寄るごとに一世代下る。ありがとうございます。